アクリルケートで編むエコモップ洗ったりしてこれ経済的なモップだと思うんですけどもこれのあまり難しくない編み方ので編んでみましたまずダイソーのこのアクリルケートこれを使います。 最初に作り目、鎖36目をして、1段目と2段目は細編み細編みを編みます。そして3段目からリング細編みというのを編んでいきます。最初に作り目を36目作ります。36目、これが作りました。 そしたら1つ、鎖を入れて今の親指で押さえた36目目のところここに細編みを編んでいきます。36 そしたら1つ鎖を編んで、裏に返して、その編んだ場所、そこのすぐ下、そこからまた36目編んでいきます。ここに編みます。2段目も同じく細編みです。これはリング細編みが難しいものですから、あのー、最初の細編みからリング細編みを編むと、 それで両脇2段を細編みで編むというふうにしました。2段これで細編みが2段編めました。そうしたらまた返して、そして細編みを 3, 3つ3目編みます。これもあの端からリング細編み入れると難しいもんですから手が。それで3目だけは避けてリング細編みにして しましたそして4つ目からリングコ細編みを編んでいきます。リングコ細編みは系統の会社でもあの YouTube であのアップしていますので詳しくはそちらの方であの見てください。このりんご細編みが30目。 編むことになります私はこうしてあの編み棒をまず入れてそしてくるっと指でリングを作ってそして編んでるんですけども最初にリングを作ってから編み棒を入れる方法で毛糸の,の会社の方はそちらであのご指導してらっしゃいますね。 私はこちらの方が編みやすいので、こうして編んでいますで。裏でこういう指をポンと置いて、引っ掛けてる感じですね。こんな風に30目リンゴ細編みを編みます。こんな風になっています。 このリングですけどももう本当に機械のようにきっちりは揃わないですね結構難しいでもまあ長いのがあったり短いのがあったりしても全然いいんじゃないですかねモップですし、かえてその方がゴミを拾いやすいかもしれないですねあまり気になさらないで編んでいくといいと思いますそして最後端に来ましたら3つ 3目は細編みを編みます。この最後のところでリング細編み難しいものですから、こういう編み方にしてます。そして返して、また細編みを編んでいきます。リング細編みを編んだすぐ上の段は、全部細編みになります。これは裏になるものですから。そしてリング細編みを7段編みますね。その間に1段は細編みが入ってるんですけども、 そして端は3目ずつ細編みだけ。これリング細編みのすぐ上の段4段目ですけどもこれが細編みが編めましたそしたらまた裏に返して3目細編みを編んでそしてその4つ目からリング細編みを30目編みます。 こうして7段リン編編みみをました。段ですから間に全部細編みが1段ずつ入ってるという編み方ですねそして7段目に来たら今度7段目でねこれが15段目なんですけどその後2段を細編みを編みますですから全部で17段編みました最初の2段が細編みでりんご細編み細編みりんご細編み細編みという風にしてリンご細編みを編みます 7段編んで最後にまた細編みを2段編みました。そしたらあここであのこのダイソーの1玉が左手に持ってる分あれだけ残りましたね。これで脇の部分はちょっと難しいからだいたい1玉半ぐらいでこれモップが一つできることになると思います。 でもあのー、同じ糸でやってもいいんですけども分かりやすいように糸の色を変えました。そしたら脇のところに17目の拾い目をしながら長編みを編みます。長編みを17目編みました。そしたら裏にくるっと返して作り目を立ち目立ち目を3目して。 そしてまた長編みを17目編みます17目編みました そしたらあの最後長めに少し糸を30センチぐらいの長めに糸を引き抜いておきます。これで閉じ糸になるもんですから長めに残しました。そし両側に5段ずつの長編みを編みました。17目の拾い目をして長編みを17目編んでそして5段編みました。 そしたらモップのこの台ですねベースベースを下をうんリングこまみを下にして床の方につくようにしてそしてこうして少しきつめ強めに4か所留めます仮止めします そしたら一度外して、このクリップで止めた4箇所、だいたい5目ぐらい、4目か5目ぐらいをしっかりと閉じ付けます。ちょっと見えにくくて申し訳ないですね。 しししっかり止めまますすそしたら裏で糸始末をしておきますねこれ全部あの脇全部留めてもいいんですけど留めている方もいるんですけどもあのこのモップを選択することになると思うんですけどこの小さなものですから手洗いするんじゃないかなと思うんですけどその時に乾きやすいように 閉じ付けないでわざとこの4箇所端だけを閉じ付けしてみましたでこの糸始末をして4箇所同じように大体4目か5目で閉じ付けします 4箇所閉じ付けしたらもう完成なんですけどもこれはの上のところにあのモチーフ花のモチーフを編んだりそれからあのかわいい結ぶようにしたりしてリボンみたいにしてリボンをつけたりしていろんな編み方で楽しんでいらっしゃいますけどもまあとりあえずあまり難しくない編み方。 ママ会なんかで編みっこしましょうという時なんかにいいんじゃないかな初心者の方も編みやすいんじゃないかなという編み方をご提案しました今度はいいかな。